南山種より望んだ東山で、一帯東山では、長崎県長崎市の町名、及び地域の名称。校舎は隣接する大浦町の一部を含む形で、長崎市東山で伝統的建造物群、保存地区として国指定の重要伝統的建造物群保存地区に、市指定の東山種、南山で地区景観形成重点地区、東山でゾーンに選定されている。 現在の南山手は、江戸時代までは、戸町村大浦里の遊歩と呼ばれていた土地であった。1858年の安政後、過酷条約締結による長崎港開港後、1860年より、長崎市内で最初に、外国人居留地となった地域である。その際に、外国人居留地の東側の山手に位置していた、ことから、東山手の地名が付けられた。 給料地である当地は、居留地として開発された直後は主に、アメリカやイギリスの貿易省の借地として利用されていた。その後、湾の埋め立てにより、外国人たちは海岸部に移り、当地はアメリカとポルトガルの領事館が開設され、領事館の丘とも称された。領事館の撤退後には、ミッション系の学校が開設され、これらは今日も、 活水学院や海正学園といった形で現存している。1991年4月30日には近隣の南山手と合わせて重要伝統的建造物群保存地区として選定された。ありがとうございます。